はい、はるかのセルフィーラジオ、今日も始まりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。日本、東京はですね、だいぶ気温が下がってきました。今日撮影している日は10月の22日。普段でしたら日本だと秋と呼ばれるような季節ですね。で、もみじとか、まあ、いろんな木々の葉っぱがこう緑から、まあ、黄色だったり赤に変わって紅葉の季節がもう訪れるような季節のはずなんですけれども、最近はちょっとですね、気温も暑くて、先週ですと30度を超えるような場所がある、なんか70年ぶりぐらいの暑さだというのをニュースでやっていたかなと思います。まあびっくりですね。私はとても夏が嫌いなので、まあ汗が嫌いなんですよね。だからこういう夏みたいな気温の高い季節は早く終わって、秋とか、まあ、冬とか春とか、まあ、汗とは無縁な季節が早く訪れてほしいななんて日々思っています。さて今日の、写真になんですけれども、これはどういう、なんていう名前のブランドだったかな、 MIO.Y だった、 MIOE だったか忘れたんですけど、だいたい10年近く前ぐらいには、まあ、当時の ZOZO、まあ、今の ZOZO とは全然違う、当時の ZOZO はもうちょっとこう日本の若手デザイナーとかもすごく推していたようなサイトだったんですけれども、 ZOZO でも有名だったし、あとは当時の東京コレクションのようなところでも出てきたような可愛らしい服のブランドのワンピースを私は着ています。靴下も多分そのあたりのおしゃれな感じのブランドのものを履いていたような気はしますが、最近はですね、やっぱりこう、なんていうのかな、服の値段も上がってきちゃいましたよね。おしゃれな服とか可愛い服とか、ちゃんとした縫製、ちゃんとした生地を使った服っていうのはどんどん値段が上がってきてしまっていて、それこそシーンだったりとか、まあ、あの TIMU でテムっていうんですかね、テムだったりとか、さまざまな、そういった、まあ、安いけれどもとにかくクイックに、おしゃれと今のおしゃれみたいなものを形にしているようなブランドが、まあ、メインになってきてしまっているので、なかなか最近は私の好みの服とか買えなくなったかなっていうのを、ごめんなさい、急に話はそれちゃいましたけど、ここの写真を見ながら思い出したっていう感じですね。当時はちょっとこういったあの髪留めも少しアンティークのお店で買ったヘアクリップになってて、まあ、プリザーブドフラワーみたいなものを模した可愛い感じのヘアクリップなんですよね。なんかそういった、今で言うとボタニカルっていうのかな、なんかそういうちょっとした中世ヨーロッパ的な、雰囲気のものとモダンなものをこう掛け合わせたような服っていうのも当時よく着ていたかなと思っています。まあ、今お話ししたような感じで、私結構そのファッションであったりとか、まあ、服ですよねとか、まあ、そういう可愛らしいものじゃないな、どういう風に自分を見せるのかとか、どういう風なものを見せると、みんなが見てくれるのかみたいなことがすごく、気になっていた、気にしていた、好きだったのを思い出します。だから、まあ、昔私桃園っていう雑誌だったりとかもよく見ていましたし、もう最近見なくなったけど、ナウファッションっていうファッションサイトとかを見ながら、まあ、パリコレであったりとか、ミラノコレクションだったりとか、ニューヨークだったりとか、いろんな、コレクションでどういうブランドの方がどんな服を出しているのかっていうのをよく見ていたかなと思ってます。まあ、一番のきっかけは大阪にいた頃に、まあ、アメリカ村とかに入り浸っていて、当時のさまざまなファッションリーダーの方が着ている服を見ながら、このブランドってどこなんだろうっていうのを、当時の雑誌でカジカジっていうアメカジを紹介している雑誌があったんですけど、カジカジを見ながら、あ、これはビューティービーストっていうのかとか、あ、これってタクヤエンジェルっていうのかだったりとか、あ、ジャンポール・ゴルチエってちょっとかっこいいなとか、そういう、勉強をしてて、で実際のこうナンバーシティとか高島屋とかに入っている、まあ、いわゆるハイブランドのお店に入り浸りながら、最初はそのアクセサリーをちょっと買うぐらい頑張ってお小遣いでだったところを、ちょっとバイトして、服を買ったりとか、
まあそのバイトっていうのはちょっとまあ男性とちょっとあちゃこちゃするようなバイトなんですけど、それでちょっと貯めたお金で少し可愛い服を買ったりとかしながら、こうファッションの知識とか自分の中での経験を貯めていったっていう時代がありました。で、自己満足で終わってるとまだ良かったんですけど、まあ撮影も自分でするようになって、まあそれをまあ私は今こういったスライドショーでお見せしているんですけれども、当時のコンパクトカメラで撮影をしたりとか、うん、携帯は当時全然解像度も低かったですから、まあコンパクトカメラとか、まあちょっとお会いした男性が持っているちょっと良さげなカメラで撮影するとかっていったことをずっと繰り返していました。で、なんていうのかな、女の子の格好をしているときはすごく普通の感じで笑っ、普通の感じでもないか、ちょっとあまりこう緊張もせずに笑ったりとか、自分なりにこういう笑顔っていいかなっていうのをカメラを見ながら練習をして、それをカメラに収めてみたいなことをずっと繰り返していたんですけれども、なんかそれでもやっぱりこう自分で撮るならいいけど人に撮られるってなるとちょっと緊張しちゃって表情が硬くなるみたいなことをずっと繰り返していたんですよね。で、他にもそのまあ男性の格好っていうか、まあ普段の、時に例えば学校とか会社の集合写真で撮るとか、あとは当時はまだプリクラとかが出かかりだったんですけど、プリクラで何か女友達と撮るとか、そういうことをするともうなんていうか全然表情が作れなかったんですよね。なんか凝り固まった顔、なんか自分でこうすごいこうすかしたような顔をして笑わないとか、なんか絶対歯は出したくないとか、なんか今思うとすごい自意識過剰でいろんなこう自分なりの縛りを作っていい表情なんてものが一切できなかったっていうような時代を繰り返していて、本当カメラっていうか撮影が苦手だったんですよね。なんかどう見られたいかわからないからそうなっていたのか、なんかまあどういうふうに自分を見せればいいのかとか、まあ、もっと言うとその男の子時代、男の格好をしている自分のいわゆる外見、外面っていうものが何かしこう許せなかったとか、まあ、あんまり認められなかったとか、まあもっと言うとしっくりこなかったから表情も何も作れないっていう時代があったんだなっていうのはすごく思います。まあそれをこうなんっていうのかな、こう一つ皮を向けたというか前に進めたのが女の子の格好をしている時の自撮り、女の子の格好をしている時の自分はすごく自分だっていう感じが強くて、どんな表情でも人に見せたいなだったりとかこう見られたいなっていう気になって撮ることができていったのかなという気がします。で、そんな私だけども、やっぱ女の子の、月もチュアッと言ったけど、女の子の格好をしている時でも自分で自分を撮る以外、まあ、つまり人に撮ってもらうとかっていうのがすごい苦手だったんですよね。緊張しちゃうし、なんかそのカメラを意識しちゃってこう自分をこう発散させるというかさらけ出すような表情なんてものは一切作れなくて、なんか硬いし、そういう時の自分の顔っていうのが全然こう気に入らなかったんですよね。だからなかなかこう撮影されるっていうことを、シチュエーション撮影されるっていうシチュエーションはすごい苦手なんだんです。でもなんか、いやそれは矛盾してるよって言われるかもしれないんですけど、でもなんかその撮影されるっていう機会、撮影会とか撮影してあげるよっていう声とかにはこうすめっぽう弱かったんですよね。そんなこと言われたら、じゃあお願いしますっていう気になって、ホイホイとこうそういう世界に飛び込んでいくっていう、めちゃくちゃ矛盾してますよね。なんかね、撮影される自分が嫌いとか撮影されてる顔が苦手とか言うてるくせに、撮影するよっていう声にはこうホイホイとついていくっていう、すごい矛盾した私でした。なんで最初にこういわゆるアダルトビデオに、出演した時も本当にそういう気分で、イエロードラゴンってい いう個人レベルだと思うんです。今で言うとなんか
ソフトオンデマンドとか、まあ、いろいろ有名なアダルトビデオのプロダクションって今あると思うんですけれども、そういったものじゃなくて、今でいうところのサークルに近い形、それもサークルじゃなくて、個人で、撮影をして、で、その撮影した動画を、ネットで配信して販売するっていうことをやっていた、イエロードラゴンっていうレベルがありました。当時はなかなか珍しくて、多分女装者の方、女装されている方、ニューハーフというよりは女装かな、の方を結構な頻度、高頻度で、撮影して配信するっていうことを得られていたところの、撮影に私は行くことになりました。二十歳ぐらいかな。二十歳超えてないとね、違法ですからね。で、今言いながら、なんか話の流れで言うと声かけられたからついていったみたいな感じで、言ってましたけど、今話しながら思い出したんですが、多分私応募しましたね。応募して、で、じゃあ撮ってみるっていうふうに言われて、当時大阪にいた私は、ホイホイと東京に出てきましたね。その当日。新幹線に乗って、今、どういう道すがら行ったのかは覚えていないんですけれども、多分なんか品川の、多分品川の、プリンスホテルのスイートだったかなと今ちょっと思うんですけども、なんかでも今覚えてる部屋の感じ、部屋の間取りとかからすると、今だと早稲田とかにあるリーガロイヤルホテルのスイートだったような気もするんですが、なんかあそこまで行った覚えがないので、多分品川プリンスホテルのスイートで撮影したんじゃないかなとは思います。いくつか服を持ってて、多分3パターンぐらい持ってったのかな。まあ、デニムのミニスカートに黒いタンクトップで、ちょっとふわっとしたウィッグで、まず最初の撮影をして、で、その後は多分黒いワンピース、キャミワンピースみたいなものを着て、2回目の撮影。で、もう一個が、ちょっと覚えていないんだけれども、なんか向こうが用意したちょっとランジェリーっていうか紫色か赤だったかちょっとセクシーな感じのランジェリーを着た撮影っていうのをやっていました。で、なかなかそういうスイートルームなんていうのは私入ったことないですから、すごいね、テンションも上がって緊張しました。っていうのを覚えてるから、なんかすごくうろ覚えで今思い出しながら喋っているからすごくしどろもどろになっちゃってて、とっても恥ずかしいなーっていう気はするんだけれども、なんか撮影もあんまりこう照明とかない感じだったんですよね。照明もなくて、多分ハンディカメラ、今のようなものではなくて、多分ビデオテープのようなもので撮影していたような気がするんですけど、それで最初は何か自分で一人で、なんかエッチな質問をされて、それに対して答えるみたいな、よくあるアダルトビデオの構成ですよね。そして一人、その方がカメラ持ってる前で私一人で自分で一人でするみたいなのをまず最初やって、で、二回目の、その2照明、二照明の時は多分その方のものを加えたりとか、で、ちょっと大きくしたその彼のものを私のところに入れて、お尻に入れて、で、まあ、いわゆるセックスをするみたいな、動画だったかなという気はしています。当時はね、今の名前とまた別の、なんか奥山明っていう名前で撮影をしていて、で、いくらもらったかな、多分10万弱もらったんですよね、当時。結構もらいと思うんですけど、まあ今のね、アダルトビデオの相場からすると、もしかしたら少ないのかもしれないけれども、今のその個人撮影とか、サークルとかと比べると多分結構もらった方なんじゃないかなという気はしているんですけれども、10万円ぐらいもらって、私はホクホクした気分で、まあ、大阪への帰路に着いたのをちょっと覚えています。まあその後、サイトに私の動画も、まあ販売されて、あ、なんかいい感じで、なったのかなと思いつつ、なんか結局その動画のコンテンツ私もらえなかったんですよね。なんか私がどんな顔をして、そういうビデオに出たのかっていうのが全然わからなくて、見れなくて、
そのテープをもらうっていう約束をしなかった、私の手元にないっていうのはちょっとリスキーだし、ちょっと今思うと失敗だったかなっていう気はしています。売り上げとかもあんまり、ね、よくわかんない、売り切り、取り切りだから、その後の売り上げの何パーセントが私に入ってくるなんて約束もなかったですし、まあ、だから10万ももらえたんだと思うんですけど、実際その奥山明のイエロードラゴンの動画がどれぐらい売れたのか、どれぐらい人気を博したのかみたいなことも全然わからず、なんかと今では5チャンネル、当時だと2チャンネルですけど、2チャンネルでまあ私の動画の評判とかをちょっと調べてみても、まあ何人かいいって言ってくれるけど、それ以上盛り上がらない、いい意味でも悪い意味でも箸にも棒にもかからない。なんか悪いものって炎上するんですよ。あれダメだね、気持ち悪いねとかって言われるし、いいものもやっぱあれいいって見せて、どっかで違法ダウンロードできないかみたいなことで盛り上がったりするんですけど、そういうのにもなくって、まあ何人かが本当に好きだと思ってくれてる方がちょいちょい良かったよみたいなことを言ってくれる程度なのかな、程度って言っちゃっていいのかな、の動画だったかなというふうに思ってはいます。当時、その後、多分、女の子の格好のまんま、多分、外に出て大阪にも、その格好のまんまで、新幹線に乗って帰ったんじゃなかったかなとは思いますね。すごい気分も、高揚していたというか、テンションも上がっていましたから、その格好で、うろうろすることも全然気にせず、楽しくやっていましたし、なんか、覚えているのは、当時、その格好のまんま、汐留のあたりをうろうろしながら、ウィンドウショッピングとかをしたのをちょっと覚えていますね。はい。なんか当時みたいな言い方をしていて、過去を懐かしむようなことを言っていますけれども、やっぱりああいうふうに撮影される経験っていうのがあったことも、今の私にやっぱりどちらかとしてはつながってきているのかなという気はしますね。その、どういうふうに撮影されているのかをしっかり確認していなかった反省っていうのもあるかもしれないし、撮られるっていうことが、そのカメラっていうものが、その人の個人の視点というか目線というか、そういったものにすごくつながっているみたいなことだったりとか、なんかやっぱりこう、ただ撮られるじゃなくて、ただそれは人から見られていることなんだっていう意識をしっかりと持つことができたっていうのは、やはりあのカメラ、イエロードラゴンの撮影っていうことを経て、自分の中で撮れたんじゃないかなという気はします。それ以降やっぱり人に撮られるっていうことに対しての抵抗っていうのは減ってきたんじゃないかなとはちょっと思ってはいるので、まあ今思えば良かった経験なのかな、ちゃんちゃんと言いたいところですね。はい、今日は少し長めに撮影をさせていただき、録音させていただきました。また、このセルフィーラジオで皆さんとお会いできればと思います。今日はありがとうございました。良い夜を、さようなら、バイバイ。